おはようございます、こんにちは、こんばんは、ルカです。今日もカードを引いたんですけれども、もうなんと懐かしい。これは一体いつ手に入れたやつだ。すごい昔ですよね。ドリーンのねカードが出始めの頃だったかなと思いますから、もうもしかしたら20年ぐらい前に手に入れたカードかもしれない。今日はフェアリーカード、ドリーンのね、フェアリーオラクルカードから1枚を引いてみました。インナーチャイルド、こちらもガイドブックに沿って朗読していきたいと思います。インナーチャイルド、小さな子供の話を聞いたり遊んだり抱っこして遊ぶように、あなたの子供心であるインナーチャイルドが遊んでほしいと言っています。そして同時にこのカードは、あなたの心が成長して大きくなるまでゆっくりと自分のペースで忍耐強く待ちましょうと示しています。もしもあなたが拒絶されたり感謝されていないと感じたら、その大きな理由はあなたがインナーチャイルドを無視してきたから、そう思うのでしょう。すべての子供たちと同じように、あなたのインナーチャイルドも毎日構ってほしいと言っています。どんな時でもポジティブに話しかけることはとても大切です。今この瞬間、あなた自身を温かく抱きしめてください。そして口に出してもいいし、心の中で言ってもいいですから、大好きよ、あなたは素晴らしくて完璧な神の子よと言ってください。今日遊ぶ時間を作りましょう。遊園地や遊び場へ出かけたり、友達とジョークをお互いに交わしたり、遊び心を満たしましょう。あなたの中の子供心を満足させる新しい習慣は、あなたを若返らせ活力の源になります。そして最終的にもっと活動的にいろいろなことをすることができるようになります。新鮮で新しいアイデアで頭の中がいっぱいになり、若くてよみがえったような印象ですねと周りの人たちから言われたりすることでしょう。アファメーション、物事に執着せず遊び心を持ち、楽しい時間を過ごします。以上になります。それでは今日の皆様がね、一日笑顔で楽しく幸せでありますように。ルカでした。バイバイ。